ヒーリング&スピリチュアルチャンネルへようこそ。永井和也です。今回はですね、以前、怪談朗読を何本かあげたんですけども、怪奇伝シリーズを3本、それとあと戦慄恐怖シリーズを4本、動画の方を配信したと思いますが、またその戦慄恐怖シリーズのですね、今回は、私が子供の頃にですね、実際あった廃屋、心霊スポットなんですけども、そちらの方を題材として、原稿用紙38枚、執筆して、書いた怪談話があるんですが、こちらの方をですね、今回、ご紹介、怪談朗読をしてみたいと思いますので、これから始めたいと思います。回想、昭和56年頃、古びた廃屋、生前、そこで生活していた家屋であったが、何らかの事情で空き家となり荒れ果て、やがて不気味な心霊スポットになってしまうケースが多い今日。当時小学4年生の頃、僕の住む近所にはお化け屋敷に似た古い廃屋があった。周辺一帯は田園地帯。サワガニやカエル、ヘビなどが生息する自然豊かでのどかな場所だ。学校が終わった後、地元の子供たちが来てよく遊んでいた。田畑の先には林道が続く。大木の駆け足を慎重に渡り、上へ登ると、朽ち果てた大きな平屋の廃屋。さらに猫が住み着いていたことから、地元では猫屋敷、そう呼ぶ。林道の中に佇む不気味な廃屋は、まさにお化け屋敷そのもの。周辺の竹やぶがより一層恐怖感を漂わす。敷地の外に PTA 立ち入り禁止と掲げた木の看板、ロープで吊るされる。廃屋の隣にはむき出しの壊れる白い和式便器が無造作に2つ。なんとも気味悪い。地元の子供たちや友人は落ちている小石をつかみ、その便器に投げつけるのだ。この屋敷はいつから空き家なのだろう。ここで何かあったのかな。不思議に思う僕。気になるのだが、友人たちと廃屋、猫屋敷を後にし、自宅へ帰った。季節は春。あれから数日たち、僕たちは再びあの廃屋へ向かう。よし、度胸試しだ。今日こそは中に入ってみよう。学校が終わった夕方3時過ぎ、田園地帯を歩く3人。林道の中に佇む猫屋敷へ到着した。近寄ると、壊れかけの白い和式便器。なんだか怖いな。嫌な感じだ。鳥肌が立つ。蜘蛛の巣が張る中、ゆっくり廃屋に上がり込み、侵入を試む。さほど暗くはなく、ボロボロの畳の上を、ずっ、ずっ
慎重に歩く。汚れる食器棚や茶碗などが散乱し、生活感を感じる。続いて隣の部屋に進む。今度は緑色の畳の上に置かれる何かを発見。あれ？お守りがたくさん。縦に並ぶ青い小さなお守り。何のためにあるんだ？首をかしげ、疑問に思う。その意味を考えていた。すると、奥のあたりに黒い塊のようなもの。友人が恐る恐る手にした瞬間。うわぁ！とっさに叫ぶ。よく見るとなんと、女性のカツラであった。驚いた僕は持っている木の枝で、その黒いうねったカツラを、さっと外に投げ捨てた。一目散に飛び出す3人。なんでカツラが。恐怖に怯えながら再び廃屋の方へ目を向ける。そこに一匹の黒い猫。じーっとこちらを凝視して。翌日、午後の授業が終わり、教室に入ってくる担任の永井先生。今日は風が強いから、風邪ひかないように家に帰ったら十分うがいをすること。生徒たちに伝える。男子生徒たちは昨日の出来事が気になっているようだ。また猫屋敷に行ってみようか。やめた方がいいよ。こそこそ何か話している。そこへ近づく永井先生。猫屋敷？君たちはあそこへ行ったのか？あの場所は PTA 会議で話し合い、立ち入り禁止になっているはずだぞ。忠告をした。ごめんなさい、先生。ただ僕たちその猫屋敷で、変なものを見つけたのです。変なもの？一体何を？たくさんのお守り。あと女性のカツラみたいな。お守り？カツラ？わかった。今日はみんな早く家に帰りなさい。はい。起立！礼！生徒たちは号令の挨拶をかけ、教室を出た。教材を持つ私、1階の職員室へ戻った。そばにいる同僚の鈴木先生に尋ねる。あの鈴木先生、この付近にある廃屋猫屋敷をご存知ですか？猫屋敷？あそこは以前 PTA 会議で話し合い、所轄の警察署から立ち入り禁止条例の出ている場所ですよね。そうなんです。うちの生徒たちがその猫屋敷へ行ったらしいのですが、何か様子がおかしいみたいで。気になっていると、急に顔をこわばらす彼女。あの場所は近づかない方が賢明ですよ。噂では何か事件に関わっていて、お化け屋敷のようで、不気味な佇まいだと聞きましたが、一瞬、ゾッとする。そうですか。ありがとうございます。席につき、教材を置く。帰り支度をしている中、彼女は、永井先生、あまり子供たちの言うことは真に受けない方がいいですよ。そうですね。気をつけます。まもなく鈴木先生は職員室を出た。
帳簿日記をつけ終えるが考えてしまう。職員室を出ると下駄箱で靴に履き替える彼女の姿。あら、永井先生もお帰り？ええ、今日はもう帰ります。そうですか。よかったらお茶でもどうですか？先ほどの話も含めて。なぜかドキッとした。鈴木先生は独身で綺麗な方だ。普段から仲が良かったのだが断った。すみません。今日は帰ります。ちょっと寄るところがあるので。わかりました。では、お先に。残念そうに早々と帰っていく彼女。生徒たちが言う、あの廃屋、猫屋敷のことがどうしても気になっていたのだ。緑小学校の校舎を後にし、現地へ向かう。学校からはほど近く、住宅街を抜け、田園地帯にたどり着いた。腕時計の針は夕方4時を指す。のんびり夕焼けがきれいな田畑の中を歩く。林道が続く大木の駆け足を慎重に渡る。上へ登ったそこに大きな平屋。これが噂の猫屋敷か。朽ち果てた黒ずむ不気味な廃屋。まさにお化け屋敷そのもの。そばに PTA 立ち入り禁止の看板がロープで吊るされる。地には赤い毒キノコ、カエンタケが生え、恐怖感が漂う。そこへ上の林道から誰かこちらに降りてきた。制服を着た女子高生。手にはビニール袋を持つ。何をしているのですか？突然声をかけてきた。いや、廃屋が気になったもので。この屋敷には近づかない方がいいですよ。ここで何が起こったんですか？うちの生徒たちが変なものを見つけたと。学校の先生ですか？私はスミレと言います。実はだいぶ前に恐ろしい出来事がありまして。うつむきながらロープをくぐり抜ける彼女。そこに現れる黒猫たち。手にするビニール袋を開け、猫たちに与えていたものはシシャモのような小魚。飛びつくように食べている。様子をうかがう中、ゆっくり彼女が振り向く。なんと口に小魚をくわえ、じーっとこちらを見つめるのだ。その姿はまさに猫娘。驚きのあまり鳥肌立ってしまう。すると、再び上の林道から誰かこちらに降りてきた。お宅はどちらさん？年老いた老人だ。おじいさん、ここで何が起こったんですか？尋ねてみた。なぜか険しい表情。ここは以前、料亭を営む夫婦がおったが、何者かにより惨殺された。娘と老婆だけが生き残り、やがて老婆も病で亡くなると、あの子だけが生き残ったのじゃよ。急に背筋が凍りつく。その後、私たち家族が一人、今でもこうやって昔飼っていた黒猫たちに小魚の餌を与えに来るのじゃ。老人が話し終えると納得した。
なるほど。だからお守りや老婆のカツラが置いてあるのか。おじいさん、とても貴重な話を聞き、ありがとうございました。私はこの近くで小学校の教師をしているものです。そうでしたか。子供たちにこの廃屋へ近づかないよう伝えておいてください。わかりました。約束をする。上の林道へと立ち去っていく老人と娘。と大きく息を吐く私。廃屋、猫屋敷を後にし、田園地帯に戻った。日が沈む頃、田んぼの中からカエルの鳴き声が合唱。何か虚しさだけが込み上げ、ふと林道のある方へ振り向く。ここは恐ろしい怨念のある場所だ。絶対に近づいてはならない。そう悟った瞬間、冷たい強風が、さーと、吹き荒れ。フラッシュバック。翌日、緑小学校では午後の授業が終わり、担任の永井先生が教室に戻ってきた。はい、よく聞いて。教壇に立ち、手をたたく。皆も知っていることだと思うけど、この近くにある猫屋敷へ絶対に近づいてはダメだぞ。先生は昨日見てきた。驚く生徒たち。先生、あそこ行ったんですか？そうだ。あの古びた廃屋は危ない場所なので、学校側では PTA 会議で立ち入り禁止になっている。わかったな。警告を促した。はい、わかりました。では今日の授業はこれまで。気をつけて帰るように。起立。で、号令の挨拶をかけ、生徒たちは教室内を出た。私も後に続き、職員室へ戻る。席に座り、考え込む。その様子をそばで伺う鈴木先生。どうしたのですか？永井先生、深刻な表情を浮かべて。実は昨日、近くにある廃屋、猫屋敷行ってみました。そう伝えると、気になっていた他の職員たちも興味を持ち始め、近づく。どうでしたか？やはり、怖い感じですか？ええ、中へは入らなかったのですが、近くに住む老人から貴重な話を聞きまして、さらに耳を傾ける。あそこは以前、夫婦で日本料亭を営んでいた店だったが、何者かにより惨殺されたと。一瞬、恐怖に満ちた表情を浮かべる職員たち。驚く中、教頭先生が口を開く。そうでしたか。では皆さん、このことはくれぐれも生徒たちには内緒にしておきましょう。あの場所へは近づかないよう、十分注意し、促しといてください。すると、険しい表情をする同僚の小林先生。前に会った口裂け女の話題といい、なんだか不気味な噂が絶えない世の中ですね。職員たちは、そそくさと自分の席に戻るのだ。当時の世の中は、日本中を震撼させた都市伝説、口裂け女の話題で持ちきりのため、学校側ではそういう話には敏感であった。今日の帳簿日記をつけ終え、皆帰り支度をする。彼女に声をかける私。鈴木先生、昨日はすみませんでした。よろしければ今日少し付き合ってもらいたいところがあるのですが。構わないですけど、どちらへ？首をかしげる。帳簿をつけ、
私たちは職員室を出て校舎を後にした。向かった先は近くにあるスーパーマーケット。永井先生、何を買われるつもりですか？再び不思議そうな表情。実はお線香を探してまして。お線香？まさかあの猫屋敷行くつもりじゃ。そうです。どうしても昨日の老人が言ったことが気になり、供養してあげたいと思い。真剣に受け止めていた。線香の置かれる棚を見つけると、微笑む鈴木先生。わかりました。私もお供させていただきます。レジで会計をし、スーパーを出る二人。箱入りの線香を持ちながら廃屋猫屋敷へ向かった。曇り空の中、やがて田園支店に到着する。腕時計の針は夕方4時を指す。ここは暗くなると不気味で怖い場所です。早めに向かいましょう。確かにそのようですね。マムシに注意の看板を横目に、林道が続く今にも崩れそうな大木の駆け足を慎重に渡る。上がった先には大きな平屋。鈴木先生、あれが猫屋敷です。うわぁ、なんて不気味な廃屋なのかしら。お化け屋敷のような佇まい。周辺は竹やぶに覆われ、地には赤い毒キノコ。その光景を見て怯える彼女。急にポツポツと小雨。雨か。さあ、中へ入ってみましょう。私は誘う。鈴木先生は恐る恐る猫屋敷に近づき、むき出しの白い和式勉強の前で待たつ。なんだか怖いわ。とても気持ち悪い。吐き気を催していた。蜘蛛の巣が張る中、廃屋に上がり込む私たち。汚れる赤い色の食器棚や皿や茶碗などが散乱し、生活感を感じる。続いて隣に進む。今度はたくさんお守りが縦に並べられるボロボロの腐った緑色の畳部屋。これが生徒たちが言っていた部屋か。鈴木先生、ここでお線香を焚きましょう。持っていた箱を開け、ポケットからライターを取り出す。束に包まれるお線香に火をつけると、瞬く間に煙は室内へ充満し、匂いが立ち込む。二人はその場にしゃがみ込み、両手を合わせ、合唱した。誰か中にいるのかい？突然、敷地から人の声。気のあった老人のようだ。すぐさま、廃屋猫屋敷を出た。勝手に上がってしまい、すみませんでした。供養させてあげたいと思い、つい。頭を下げる。しばらく見つめる老人。そうですか。ここでは何ですから、わしのうちでお茶でもいかがかな？小雨も降っていることじゃし、お連れさんも一緒に。二人は顔を見合わせた。わかりました。ではお伺いさせていただきます。誘いに応じる私。早速その老人の後についていき、林道の中を上がる。約2、3分くらいして大きな瓦屋根のお屋敷にたどり着く。さあ、上がりなさい。老人は招き入れた。私たちは屋敷の中に上がり込み、いろりのある今に通される。そこへお茶を持ち運ぶ白髪の老婆。
どうぞ飲みなはれ。すみません、いただきます。手に取りお茶をすすると語り始める老人。あの屋敷は以前料亭を営む夫婦がいて、老婆と5歳になる娘もおってな、とても幸せな家庭であったのじゃよ。しかし急に顔をこわばらす。料亭も繁盛していたある日、老婆は畑仕事に娘を連れて行っておった。日が暮れる夕方ごろ、そろそろ屋敷へ帰ろうとしていた矢先、突然銃声が聞こえてな。嫌な予感がした老婆は急いで娘を連れて屋敷に戻るのだが、庭先にある便所の前で血だらけのご主人が無残にも横たわり倒れていたのじゃよ。背筋がゾッとする。息をのみしばらく耳を傾けた。慌てて奥さんはその銃声があった庭先の便所に向かい、夫の倒れている姿を発見した。驚いているとその時だ、また銃声が鳴り響いたのじゃ。二人は共倒れとなり、血しぶきが真っ赤に染まった便所の前で倒れ込む。猟銃を持った山賊は屋敷に上がり込み、現金を奪い逃走を図ったと後日その老婆から聞き、ひどく凄惨な事件じゃったと。顔をしかめ話し終えた。衝撃のあまり唾が喉を通らない。落ち着いてお茶をゆっくりすする私。さらに話は続く。娘はよく分かっておらず、老婆はわしの屋敷へ来て詳しい事情を話す。黒電話をつかみ警察に連絡をした。しばらくしてパトカーのサイレオンが鳴り響く。屋敷の前では黄色い規制線が張られ、現場検証が行われた。今から12年前の昭和44年晩秋に起きた料亭夫婦殺人事件じゃ。その後老婆と娘は屋敷で過ごすが、娘は飼っている黒猫たちを頼りに気にしておった。やがて捜査が終了し、二人は屋敷に戻る。不幸なことに老婆は病に侵され急死してしまう。それであのすみれを引き取ったのじゃよ。寂しげに語り終えるのだ。言葉を失う私。大粒の涙がこぼれ落ちた。ふと掛け時計に目を向ける。夕方5時。お茶を飲み、感情を抑え、手で涙を拭う。おじいさん、貴重なお話を聞かせてもらい、ありがとうございました。生徒たちにはあの廃屋へは近づかないよう、十分注意しときますので。頭を下げ、私たちはお屋敷を出た。小雨が降る田園地帯を歩く。そばにいる鈴木先生が悲しげな表情。永井先生、人間は儚いものですね。涙が溢れ出す彼女の瞳。悲しさをにじませていた。天候と同じくどんよりした空気感。ご飯でも一緒に食べに行きませんか。気分を変えようと食事に誘うが、目を伏せる。今日はやめておきましょう。納得してしまうのだ。切ない思いに浸りながら、暗くなった田園地帯を歩く二人。帰路に着く。猫娘の怨念。
5年後。とあるマンション。あれから年月が経ち、私は鈴木先生と結婚し、幸せな日々を送る。午前7時過ぎ、朝食を食べ、テレビのニュース番組に目を向けた。昨夜未明、住宅街で殺人事件が起こり、刃物を持った犯人の男は未だ逃走中です。ずいぶん物騒な事件だな。鳥肌が立った。突然、妻、前鈴木先生ですね、が言う。そういえばあなた、学校の近くにあった廃屋、猫屋敷はまだあるのかしら。猫屋敷か。さあ、どうだろう。目を細めて食パンにかじりつく。しばらく考え込んでいた。だんだん時間が過ぎる。あなた、そろそろ行く時間よ。その言葉に反応し、急いでコーヒーをすすり、玄関に向かう。キスを交わし、マンションを出た。小学校からほど近い場所に越し、いつも通り歩道を歩き出す。先生、おはようございます。元気よく走り去っていく生徒たち。車に気をつけてよ。そう呼びかけながら彼らを見守る。のんびり歩くこと10分、緑小学校の校舎にたどり着いた。普段と同じく職員室に入り、授業の準備に努め、担当の教室へ向かう。ここはテストに出るから覚えとくように。午後の授業が終わり、帰りのホームルームの時間帯。お前、口先女を信じるか。いるわけないだろう。ただ子供たちを怖がらせたいだけの作り話さ。口々に話している男子生徒たち。そこへ教室に戻ってくる担任の永井先生。先生はいると思うな。早く家へ帰らないと襲われてしまうぞ。急に怖い顔し、生徒たちを驚かす。先生、変なこと言わないでよ。嫌だな。ははは。冗談、冗談。はい、今日の授業はこれまで。みんな気をつけて帰るように。起立、礼。生徒たちは号令の挨拶をかけ、教室を出ていく。私も職員室に戻り、帰り支度をする。近年世の中を震撼させたあの社会現象。口先女か。嫌な都市伝説だなぁ。戦慄恐怖が襲い、怯える。ふと、今朝のニュース番組の事件が脳裏をよぎった。そういえば、あれからあの猫屋敷は今どうなっているんだろう。少し帰りに寄ってみるか。気になるのだ。鼓動が高鳴る中、校舎を出た。久々に廃屋、猫屋敷へ向かう。腕時計に目を向ける。午後4時過ぎ、薄暗い曇り空の下、田園地帯に着いた。その先には林道が続く。大木の駆け足を慎重に渡り、上へ登ると林道の中に朽ち果てた大きな平屋。まだある。取り壊されてないな。PTA 立ち入り禁止の看板。殺人事件から17年ほど経つが、捜査が解決してなさそうに思えた。瓦屋根が半分潰れかかっている。そこへ上の林道から黒いコートを着た謎の女性。以前、この猫屋敷であった猫娘のようだ。すっかり成人していた。前にここでお会いしませんでしたか？じーっと澄んだ目で見つめる彼女。あ、もしかしてすみれさん？私はこの近くで緑小学校の小学校の教師をしているものです。
何か用ですか？冷めた表情。一瞬、老人のことを思い浮かべた。おじいさんは変わらず元気ですか？尋ねるが、なぜか下を向く。実は先日、おじいが亡くなりまして、今はおばあと上の屋敷で一緒に暮らしてます。そうでしたか。それはお気の毒です。悲しんだ。彼女はロープをくぐり抜け、手にするビニール袋からししゃものようなものを取り出す。すぐさま小魚を目指し集まってくる黒猫たち。以前見た光景と全く同じだ。記憶がよみがえり、敷地にあるロープをくぐり抜け、彼女のそばに近寄った。私はここで生まれ育ち、黒猫たちと共に仲良く暮らしていた。それなのに、何者かが両親の命を奪い、この屋敷をめちゃくちゃにした。絶対に許せない。怒りに満ちた表情。しゃがみ込み、恐ろしい形相でこちらを見上げる。間違いない。あの時の猫娘だ。そう思った途端、急にスクッと立ち上がり、豹変し目を見開く。もしや、あなたが私の両親を殺したのでは？何か意味不明なことを言い出すのだ。すると、黒いコートのポケットからキラッと光る熊手のような金属。バカなことを言うな。人違いだ。慌てて猫屋敷の方に後ずさりする。だが彼女はゆっくり近づいてきた。恐怖に怯え、廃屋の中に上がり込む。とっさに四つん這いになる猫娘。ドンと畳の上に飛び乗った。落ち着け！やめろ！その姿はまさに猫そのもの。狂気に満ちた表情。今にも熊手で襲いかかろうとしていた。容赦なく迫ってくる猫娘。片手に持っている熊手で右頬を切りつけられた瞬間、奥の方からかすれる声。やめなはれ！彼は無関係じゃよ。ボロボロの襖から突如、ぼーっと現れる老婆らしき亡霊。白い着物姿で口から赤い血を吐き、不気味に体をゆらゆら揺らす。ごめんなさい。大丈夫ですか？急に我に帰る猫娘。傷つける私の方をしきりに気にしていた。お前の両親を殺したのはそのものではない。山に住み着く山賊の修行だ。血に染まった長い袖を振りながら告げる老婆の亡霊。やがてスーッと襖の奥へ姿を消した。腰を抜かす私。彼女は黒いコートのポケットから白いハンカチを取り出す。手渡した。すみれさん、大したことないですから、気持ちはわかります。ここへ訪れる者は皆誰でも疑いにかかるでしょう。それにしてもあの老婆の亡霊は一体。動揺するのだ。ハンカチを受け取り、頬に当てる。ゆっくり、廃屋猫屋敷を出る二人。私が猫娘と世間で呼ばれていることは知っています。私はどうしても両親を殺した犯人が憎いのです。だからこの屋敷へ出向き、黒猫たちを使って犯人に呪いの暗示をかけているのです。思いを募らせる彼女。猫屋敷を後にし、林道が続く方向へと上がっていく。
その言葉を心に刻み、後ろ姿を眺めるのだが、何か涙を流しているようにも見え、寂しく。白いハンカチを握りしめ、林道を下る。暗がりの田園地帯を歩く。やがて、さーっと吹き寄せ、虚しさがこみ上げてきた。悲しい過去を持った猫娘。彼女の報われる日がいつになるのか。ふと空を見上げた。そこに一つの輝く星。なんとか強く生き、乗り越えてほしい。そう願いを託すのだ。翌日の朝4時過ぎ、いつも通りテレビをつけ、ニュース番組に目を向ける。あなた、頬の傷は大丈夫？ああ、大丈夫だ。心配がない。いい年なんだから気をつけてくださいね。気にせず食パンをかじりながらニュースを見ていた。昨日、近くの道端で転んだと嘘を言い、妻に隠していたのだ。さ、行ってくるかな。コーヒーをすすり、カバンを持ち、軽く妻の方にキスをする。自宅マンションを出た。曇り空の中、緑小学校に向かい歩く。そこへ、なぜか一台の白いパトカー。赤色灯を回し、走り去る。ん？何かあったのか？不審に思い、しばらく様子を伺う。やがて緑小学校の校舎へたどり着く。職員室に入り、自分の机にカバンを置き、授業の準備に努めた。永井先生、頬の傷はどうされたんですか？不思議そうにガーゼを貼る私の顔を覗き込む小林先生。いや、ちょっと道端で転んでしまいまして。頭をかいてごまかす。まさか奥さんと喧嘩でもしたんじゃないですか？羨ましいですね。小林先生は私の妻、前鈴木先生ですね、との仲を少しやっかんでるようだ。小林先生、冗談はほどほどにしてください。ねえ、永井先生。微笑みを浮かべる教頭先生。職員室の場が皆和んでいた。いつも通り教室に向かい、そして午後の授業も終わると再び職員室へ戻った。なんだか少し深刻な表情を浮かべる教頭。永井先生、後で教頭室まで来てもらえませんか？ええ、わかりました。すぐ伺います。様子が不自然に思えた。机の上に教材を置く。しばらくし、職員室を出た。廊下を歩いて、間もなくの教頭室のドアをノックする。失礼します。ゆっくり室内に入った。そこには、黒いスーツを着た、背が高い後ろ姿の男性。永井先生、こちらは刑事さんです。手を差し伸べる教頭。男はジャケットの内ポケットから警察手帳を取り出した。はじめまして。私はこの地区を担当している緑警察の者です。この近くにある廃屋、猫屋敷の件で少しお聞きしたく、今日、こちらの小学校へ参りました。何か事情聴取らしい。昨日起きた猫屋敷での出来事を思い出す。さあ、刑事さん、こちらに座ってください。永井先生も私と一緒に。刑事がソファーに着くと、私たちも向かい合わせで座った。実は昨晩の夜10時ごろ、その猫屋敷で不審な殺人事件が起こりまして、二人で肝試しに来ていた若者たちの一人が、
何者かに全身を鋭利な刃物で切り裂かれたのです。出血多量で、間もなく死亡してしまいました。事件の詳細を知ると、急にあの猫娘が頭に浮かぶ。隣に座る教頭は驚き、恐怖に怯えていた。永井先生でしたよね。その頬の傷は？突然尋ねてくる。昨日道端で転んでしまって。目をそらし嘘をつく。そうでしたか。それは失礼いたしました。すかさず彼は黒ジャケットの内ポケットから一枚の写真を取り出す。ガラステーブルに置いた。実は今、捜査線上に浮かび上がっている人物がこの女なのです。差し出した写真をよく見ると、やはり予想してた通り、まさしく猫娘であった。嫌な予感が的中し、さーっと顔が青ざめる私。永井先生、何か見覚えあるのですか？顔色を伺う教頭。いえ、別に。言葉を詰まらせるのだ。この若い女は以前、猫屋敷に住んでいて、両親が何者かに惨殺され、復讐に飢えていると捜査線上に浮かび上がった。15年以上経った今でも未解決であるその廃屋を取り壊すことができないでいた矢先、今回の事件が起きたのです。険しい表情で告げる刑事。永井先生、この女を知ってますね。なぜか詰め寄ってくる。鼓動が高鳴った。先ほど教頭先生から猫屋敷の事情を永井先生が詳しく知っていると聞きましてね。隠し続けるのだが、彼女のことを思い、これ以上犠牲者を出さないためにも本当の出来事を話した。昨日彼女と会いました。鋭く光る刑事の、その方の傷は、まさしく、奴の修行か？すぐさま切り込む。猫屋敷で彼女とも見合いになったとき、金属の熊手のようなもので頬を切りつけられたんです。しかしその後、襖の奥から老婆らしき亡霊が現れ、彼女は我に返ってました。老婆？眉間に塩を寄せ、不思議そうな表情。おかしい。あの廃屋には誰も住んでないはずだが。いや、何か老婆の亡霊だったような気がしました。静かに答えた。呆然とする刑事。永井先生、お願いがあります。私と一緒に捜査に協力してもらえませんか。教頭先生、よろしいでしょうか。要請を流してきた。わかりました。永井先生、ぜひとも刑事さんたちと協力してやってください。我が校の近くで起こった事件ですし、都市伝説口先女の例もあるので。はい、構わないです。納得すると緑警察の刑事はソファーから立ち上がり、右手を差し出す。あとは私たちにお任せください。捜査方法はすでに考えてありますから。手を握りしめた。早速ですが、これからその廃屋猫屋敷で捜査を開始しましょう。了解です。賛同し、地元の刑事と共に教頭室を出た。なんだか胸騒ぎがする。二人は緑小学校の校舎に向かう。永井先生、先に猫屋敷へ行っててください。私は本部と連絡を取りたいので。わかりました。では。刑事は駐車場に止めてあったパトカーへ戻る。急いで無線機を取り出し、本部と連絡を取っていた。住宅街を抜け、近くにある廃屋猫屋敷を目指し歩く。腕時計の針は夕方の4時半。薄暗い曇り空の中、
しばらくして田園地帯に到着した。ブォーブォーと不気味に鳴く牛ガエル。猫娘、やはり嫌な予感がしていたが、まさかこんな最悪な事態になるとは。落ち込み、林道に続く大木の駆け足を慎重に渡る。登った先に PTA 立ち入り禁止の看板ロープ、一緒に黄色い規制線とつながれていた。そこへ部下を連れ現れる緑警察の刑事。では永井さん、この看板の手前で待機しててください。ここで彼女が現れるのを待ちます。私ら捜査員はたちはこの林道の中に隠れているので、奴が再び犯行に及んだその瞬間確保し、現行犯逮捕に踏み切りますので。おとり捜査方法を伝えると、刑事たちはすぐさま林道の茂みへ姿をくらます。言われた通り、しばらくの間その看板の手前で立ち尽くし、猫娘を待ち続けた。薄暗い曇り空、急にさーっと強風が吹き寄せる。周辺の竹やぶが揺れ動く。恐怖感を漂わす廃屋猫屋敷。やがて後から捜査員たちも何人か続いて現れるのだが、彼らは大きな手提げ袋を持って待機していた。突然、近くにそびえ立つ赤い給水塔から鳴り響く5時の鐘。嫌な予兆にも聞こえた。敷地外で彼女を待ち続けること20分。突如上の林道からゆっくり降りてくる黒色のフードをかぶった猫娘らしき人物。たちまち緊張感に包まれる。こんにちは。親しく声をかけてきた。間違いなくあのすみれさんだ。とても吹っ切れた表情。別人にも見えた。おじいさんのこともあって供養したいと思い、また来ました。疑われないよう嘘をつく。そうですか。どうぞお入りください。規制線をくぐる二人。彼女はいつも通りビニール袋の中からシシャモのような小魚を出す。そこへ餌を求め現れ食べ続ける黒猫たち。私が捜査員たちに目を向けると、茂みからこちらをじーっと見つめ、まだ様子をうかがう。静寂の中、昨晩起きた殺人事件を伝える。実は昨日の夜、ここで人が殺害されて。嫌な事件ですね。まさか先生、私を疑っているのでは？いや、たまたまこの場所で殺人事件が起こったもので。焦り戸惑う。しばらく沈黙状態が続く。ザーッと揺れる竹やぶ。急に豹変しだす彼女。先生も同じようにしてやりましょうか。え？何を言うんだ。一瞬後ずさりする。その表情はまるで化け猫そのものだ。かぶっていたフードを脱ぎ去り、黒いコートのポケットからキラッと光る金属を取り出す。よし、やったぞ。微笑む私。再び捜査員に目を向けた。しかしながら様子をうかがい、動きはない。大きく目をむき出して睨む猫娘。熊手を振りかざし襲いかかってきた。私の左腕を切りつけた瞬間、
そこまでだ。確保。一斉に隠れている捜査員たちが満を持して飛び出してきた。驚く猫娘、慌てて四つん這いになり猫屋敷の畳に飛び乗る。捜査員たちは後を追いかけ、目の前にある廃屋に踏み込む。すると奥にあるボロボロの襖から突如ボーッと現れる白い着物を着た老婆の亡霊。己ら、この屋敷から立ち去れ。口から血を吐き叫ぶ。屋敷内の天井からボトッボトッ落ちてくる大量のマムシやヤマカガシだ。毒蛇、危機迫る光景。この屋敷に踏み込む者は皆たたりが起こるのじゃ。あの世へ送ってやる。老婆の亡霊は呪い叫んだ。刑事は部下に用意させていた手提げ袋から松明を取り出した。続いて上着のポケットからライターを手に持つ。すかさず火をつけた。老婆の亡霊め、これでもくれ。廃屋、猫屋敷に向け投げ放った。亡霊のことを知った刑事は最終手段で松明を用意していたのだ。瞬くもバチバチ焼かれる。どす黒い煙が立ち誇る中、捜査員たちと一緒に外へあぶり出されてしまう猫娘。よくも私の屋敷を。家族を失った私の気持ちがわかるか。全員呪ってやる。恐ろしい形相を浮かべる、叫ぶ。そして何を思ったのか、燃え盛る炎に向かい歩き出すのだ。やめろ、戻れ。大声で呼び止めた。しかし廃屋とともに彼女は炎の中へと吸い込まれていく。何もできず、ただもどかしさを感じ地べたにひざまずいた。やがて消防車が駆けつけ、消火作業が行われた。しばらくして炎が消え去る。急いで鎮火した猫屋敷へ近づくのだが、時すでに遅く、無残にも焼け焦げた猫娘の姿がそこにあった。脈を確認する救護員。残念ながら、手遅れです。その言葉を聞いた途端、愕然とし、涙が溢れこぼれ落ちた。ぼそりとつぶやく刑事。この子の運命は一体何だったんだろう。彼女の悲惨な人生を思い、夕暮れ空を仰いだ。焼身自殺した猫娘。ブルーシートに寝かされ、白い布をかぶせられる。死体は遺体安置所へと搬送された。鎮火した猫屋敷を眺める私。目を伏せ、5年前に初めて出会った頃を思い出す。これでよかったのかもしれない。あの子もこの屋敷で家族と共に追われたんだ。死を悼む。上着のポケットに手を入れ、手渡された白いハンカチを握りしめ、悲しさを押し殺すかのようにぐっと涙をこらえた。そこへ現れる一匹の黒猫。彼女が焼身自殺したとは知らず、焼け落ちた廃屋の前で待ち続ける黒猫。彼らも大事な家族を失ってしまったのだ。猫娘の会。それから半年ほど経った日の暮れる夕方頃、あの田園地帯に人面猫が現れると地元では噂が広まる。人面犬と同様、顔が女の子で体は猫そのもの。出会ったら最後、不幸が起こるらしい。ガサガサ。急に林道から姿を現す一匹の黒猫。
田んぼの土手沿いをのんびり歩く。ふとこちらを睨んだ。お前らを呪いに殺してやる。何か暗示をかけてきたのか、恐ろしい形相で言動を発した。通りがかる私。驚きのあまり、恐怖に怯え鳥肌が立つ。やがてまた茂みの中へと姿をくらます。言葉をしゃべったようにも聞こえたが、あれは噂の人面猫か。亡くなったすみれさんの顔によく似ている。まさか。以前あった痛ましい出来事を思い浮かべた。彼女は飼い猫の黒猫に豹変し、化け猫と溶かしてしまったのであろうか。田園地帯にさーっと吹き荒れる恐怖。その先にある林道の方へ目を向け、しばらく眺めている。